こんにちは、ずいふうさんです。はい、今日は黒島ゆいなさんの運勢を見てみたいと思いますね。ちょうどね、昨日行列の女神というね、番組ね、新番組始まりましたね。その中でね、まあ、主役を演じているということで、そういえばまだ運勢見てなかったなと思いましたので、早速ね、運勢を見てみたいと思いますね。まあ運勢出した瞬間ね、やっぱり、すごいことになってるなとね、これはただごとではないなとね、いうことをね、思いましたね。ただごとではないということは、まあ、どういうことかと申しますと、前世での自分の行いね、そういったものがね、まあ現世で、まあ、発揮されるとね、いうことでございます。つまり前世でいいことをしたならば現世で多大なるご褒美をもらえるし、またその逆に、前世で悪いことをしましたね、ということになれば、その悪いことをした悪いことをと同じことをね、現世でされるとね、いうことになります。こういった場合ね、災い転じて福となすというね、ことをやらなければいけませんね。ですのでね、それがまあ大きくね、人生の中でね、反映されるとこういう人生になっておりまして、そしてまあ現世で悪いことをした、まあ前世で悪いことをしたね、現世でその償いを償わされるという年齢にちょうど入ってきたところでございます。24から32ぐらいまでですね、そういう時期だということが出てます。そしてもう一つは、まあ、中学生とかね、小学校高学年から中学生ぐらいの時にね、それを受けるということでね、過去にね、何かあったのかもしれません。ということでね、大変な運勢だなとね、うっかりね、凡人が持つとなんていうね、運勢がございますけどね、まあ、そのような運勢になります、ね。で、まあ、それをうまく生かしていると言いますとね、俳優で言うと、ありがてえ、キンキンに冷えてやがる、悪魔的だの藤原竜也さんがこういう運勢ですよね。ですから、なんか役柄にしてもね、何かね、変な役ね、怪獣とかね、怪獣でもね、非常に、貧乏でね、金持ちに魂を売るみたいなね、そういうようなね、変なゲームに参加してね、とんでもない目に遭うみたいなね、ああいうようなね、やっぱり役柄だったりとかね、ということでね、生かしております。あのような役をやっていれば、まあ、要するにね、現世での現世で何か償わされるということはなくなるということなんですね。もう一人挙げるなら竹内力ね、竹内力さんは、まあ、南の帝王ですよね。まあ、
最初はね、ハンサムな役で出ましたね。101回目のプロポーズではね、浅野敦子さんのお相手としてね、もう非常にかっこいい役柄ね、スマートな役柄で出ておりましたが、次第にね、ああいうなんかね、金融道みたいなね、ああいうような役柄になっていったということになりますよね。ですのでね、その辺のところはやっぱり黒島さんの場合お父さんですよね。お父さんのやっぱり影響ということになりますね。でお父さんの影響って何だっていうことになると、お父さんを見て育ったとかね、お父さんの背中を見てね、そうなったんですよというのがねあります。ちょうどねこういうような女性がいるんですが、だいたいねお父さんのこと言うとねなんか嫌がりますね。でお父さんがなんかね、あの建設会社の社長かなんかでね、なんかザ遊び人みたいなね、遊び人金さんみたいなね、そういうようなお父さんでね、まあ非常に微笑ましいのですがね、もう格好もね、非常にザ・ヤクザみたいなね格好してたりとかねちょっともう漫画みたいなね、お父さんだったりとかっていうことがあります。だから逆にね、黒島さんのお父さんって見てみたいですよね、これで見ますとね。ですからそこからやっぱりルーツがありますのでね。でやはりね、調べてみるとそういう役柄をね、やっておりますよね。スペックね、スペックなんかもそうですよね。スペックとか呪いの家ねとかね、そういうちょっとホラーだったりとかね、犯罪チックだったりとかね、そういうね超能力だったりとかね、そういう役柄にも非常に適しているというようなね、女優さんなんだなということは思います。またはね、これが結婚相手ということにもなりますので、まあ藤原竜也さんと結婚してくださいみたいなね、そんなような感じですよね。ですからまあ非常にね、何かその汚れ役だったりとかやっている人ね、そういう人をね、その旦那さんに選ぶとね、幸せに暮らしている人を見かけますので、やっぱり、お相手がね、その何か あんまりこう超エリートでしたね、結婚しましたね、その旦那が横領をしていましたとかね、そういう話とかも実際にありますね。ですのでね、相手の方のやっている職業、そういったものがね、大きく関係してくるのかなということは思いますね。ですのでね、やっぱり職種としては何か食べ物に関することね、やって成功している人が多いですので、今回ね、ラーメンの話ですので、食べ物に関することですのでね、非常にね適役だと、思います。そしてなおかつ、動物とかですよね、動物、だから動物番組なんかやっているね、相葉くんチックなね運勢をしておりますのでね、まあぜひね、その動物に関するお仕事もやってもらいたいと。本人もね、愛犬家だということでね、公言しておりますよね。まあ動物好きなんだなっていうね、ことも思いますし、これで成功している人、ね、もう大金持ちになってる人いますよね。武豊騎手ですね。だから、あの福永騎手がね、その、もう聞いたそうですね。馬のどこ見てるんですかって。あの馬いるだろう。あの馬が今どこ見てるか、これが重要なんだよとか
ね、それはタケさんにしかわからないね、何かがあると。まあ要するに動物の言葉がわかるとか、動物とお話しできるとか、そういう能力っていうのはやっぱりね、持って生まれたね、何か、そうですね、能力ということで、ございますね。ですからこれから動物番組なんかもね、やっていくのかなということも思います。料理番組もねやっていくのかなと思いますね。あるいはその福祉関係だったりとかね、あるいはその水商売って言われるね、ものですから、まあ、非常にね、あの芸能界って水商売ですからね、よろしいとは思いますね。でね、逆にこの世で前世でいいことをしたとね、そのご褒美をもらうね、そういうことが約束されている年齢、32歳から45歳の間ですよね。その間はもうね、ふんだんにご褒美もらえますよということですのでね、32から、40代中頃までね、非常にね、まあ何かご褒美と言われるものをねもらうんじゃないかなっていうことはね、やっぱり思いますよね。でまあこの運勢持ってるのはやっぱり市原隼人さんですよね。市原隼人さんね、やっぱり怪事見ましたけどね、かっこよかったですね。やっぱりね、男が男に惚れるというようなね、そういうような運勢はもう持って生まれた能力なんでね、非常にもうかっけえなーみたいなね、あのふうに思います。だからやっぱ武士役だったりとかね、怪獣じゃない、あのなんだっけ、パイロットの役のね映画ですよね、パイロットの役の映画ね、川口海事の映画ですよね。あの番組、あの映画ではやっぱり、何ですか、パイロットね、非常にかっこよかったですよね。ヤンキー役なんかも非常にね適してますし、もちろんヤクザ映画なんかにはね、欠かせない存在になるということを思います。要するに、トラック野郎をやってくださいみたいなね、何かそういうようなトラック野郎みたいなね、映画があったらぜひね、やってくださいみたいなね、そういう運勢持ってますんでね、非常にそういった意味では何かオス的な元気な男性には非常にね、相性がいいです。逆にね、物分かりのいい紳士的な男性というとね、何かね、ちょっと苦手だなっていうことをね思ってるかもしれませんね。ですのでその辺がねもう非常に対照的だなということを思いますね。一番思うのはね、キャバ嬢だったらどうなんだろうっていうね話ですよね。ですからやっぱり黒服がその辺よくこれを知ってて、ちょっとね元気のいい息のいいね、建設会社の社長とかがね来た時には彼女を投入ね、逆にね、もう官僚みたいなね、そういうようなね、男性が来たら、ちょっと席を外すというようなね、ことをやるかもしれませんね。ということでね、若い元気のいいね、そういうような性欲も旺盛、そういうようなね、男性、そこからはね、あの非常に、いいものを得られると、ね、いうことでね、支持も得られるということになると思います。年齢的にもね、32から45歳ぐらいのね、男性からは非常にね、何かいいことをもらえると、ね、
いうことだと思います。そういったことで、まあご褒美ですよね。だからこの何かお父さんも元気のいいような方だったですのでね、そういうようなね、扱いには慣れてるということになると思います。そしてね、まあ何か早口なのかなって、ね、頭の回転で確かに早いと思います。こういう方はね、頭の回転も早いし、ね、早口だったりとかね、ただ早とちりとかね、する人も多いです。まあせっかちの人もいますしね、そういうのはね、今回の、行列の女神、ではまあぴったりな役なんじゃないかなっていうね、思います。個人的にはね、もっとね、もう厚かましい性格を作ってね、やってもらえばね、ますますね、視聴率がね上がるのかなということを思いますね。ですのでね、そういったことで何かスピードと決断を要するような職業ね、そういったものに適している方が多いですので、まあカメラマンとかね目指してたっていうことですからね、まあカメラマンというよりね、これだとね戦場カメラマンみたいなね、そういうようなね、感じの運勢でございますよね。だから忙しければ忙しいほどやっぱり生き生きとするね。あんまりね図書館の司書ですとかね、何かそういうような職業だったらね、ストレス溜まっちゃうのかなっていうね、ことは思います。そしてイメージ産業ですよね。イメージ産業、まあ映画とか写真とかね、そういったものにね、精通している方っていうのはこういうようなね、運勢持ってますね。だからイメージ力とかっていうのはもう抜群ですのでね、やっぱり、優秀な画家の方とかね、非常に多いですし、あと文章を書くとかね、小説家だったりとかね、そういうような職業にもやっぱり、まあ、適性があるとね。だから一回ね、そのもう女優辞めて、そっちの方に行こうかなというふうに思ってたっていうのもね、非常にうなずける運勢だと思いますね。ですからね、これからね非常にそういった意味で楽しみなね、運勢ですので、まあこれからどういう役をねこの運勢でやっていくのかなということも思いますしね。うっかりねこれ普通に生活しているとね、大変なことになりますから、どこかでそれを投影しないとね、いけませんからね。そこがやっぱり課題となってくると思います。ですのでね、まあ、女性としてはまあ非常にね、聖子ちゃんドスみたいなね、もうなんか壊れちゃいそうなとかね、そういうようなね、恋愛的態度を持ってますんで、非常に人魚姫の恋みたいなね、言われますよね。王子様のためにね、泡になって消えてしまいますみたいなね、そういうようなね一途な女性ね、非常にね、まあ情に熱いね、非常にウェットな恋愛態度を示す方だと思います。ですからね、バスへのね、まあ飲み屋ね、まあゆっくりとね、こうお酒をついでくれるようなね、そういうしっとりとした女性ですよね。そういうような女性ですので、まあ女優としてはそうですね、伊豆の踊り子とかそういうようなね、川端作品に出るようなね、そういうようなね女性だと思いますね。
ただね、これはね、変な話なんですけども、恋愛的態度と奥さんになった時の態度全く違いますね。奥さんになった時の態度というのはね、非常にね、それとは真逆です。だから要するに男性はね、非常にね、ウェットでね、情緒的でね、情に熱い、情に脆いね、そういうようなね、しっとりとしたね、女性なんだなって思って結婚すると全く逆ですのでね、それとは逆にね、非常にサバサバしたね、もう自由をね、愛するね、風通しのいい爽やかなね、性格でございますので、そこのところはね、やっぱり自分で言っちゃう方がいいと思いますね、その辺はね。だからそれだけ見て結婚した男性はね、やはりこんなはずじゃなかったとね、いうようなね、ことになりかねませんのでね、その辺の見抜く必要がありますね。ですから、まあこういったようなね、女性はね、自分で言う、もしくはまあすぐに分かるのはやっぱり性的関係を持つということですよね。性的関係を持つとやはりその人の本性とか根の部分がね、見えますのでね、そうした場合に、まあ、自分はこういう人なんだよと、あれなんかウェットな感じだと思ったけど、クールなんだみたいなね、ことが分かればいいですね。そして、そのクールでおしゃべりでね、非常にね、サバサバしてね、あけすけのないね、あけすけなね、そういうようなね、性格ね、ですので、まあ非常に自由をね、まあ保障してあげるということが重要なことだと思います。だからその相手の方はね、相手の男性もしかしたらその束縛 OK と、ガッチガチに束縛してね、もう毎日ね、もう30分おきにね、そのメールですよ。ね。LINE かなんかでね、連絡取ってね、確認しないと気が済まないようなね、そういう人が恋人になるか可能性がありますのでね。実はそれは嫌なんですっていうね、奥さんになりますんでね。ですんで、そこのところがやはりね、ポイントになってくると思います。でまあこういう運勢ですとね、長澤まさみさんがそうですよね。長澤まさみさんがそうだったりとか、あるいはそうですね、フカキョンなんかそうですよね。その場合何かね、あれですよね、なんか不合刑事とかね、ああいうね、お坊ちゃまくんみたいなね、そういうようなね、作品なんかも適性がありますし、コメディですよね。だからね、だからダーコ、ね、コンフィデンスマンのね、ダーコ、まさにこれでやってると思います。この音声でね、この音声を使ってそのやっているということですのでね、ですので、お二人ともね、要するにどういう奥さんになるかっていうと、まさにその通りの、もう何か贅沢なね、性格です。贅沢な性格っていうかね、それいらんだろうみたいなね、そういうことをね、生活の中でね、なんで買ってくるのみたいなね、だから贅沢ね、またはその何か甘えさせて、例えば末っ子なんかが多かったりとかね、しますけど、まあ長女ですけども、何かね、アイドル的な、運勢ですので、ね、家族の中でもそのアイドルということでしたのでね、もう可愛がられすぎみたいなね、もう乳母車に乗せられているワンコみたいなね、そういう運勢ですので、やはりね、結婚してもね、そういうようなね、態度を求めるようなね、
方と結婚してもらいたいと思います。ね。だからね、あんまりそのしっかりした奥さんをね、僕は望んでるんですってね、良妻賢母みたいなね、ことを思っている人と結婚するとちょっとそうではなかったということになりますのでね、やっぱり注意が必要でね、いや君はね、もう楽しくね、笑ってくれてね、楽しましてねくれればいいんだよと、ね、明るいとかね、楽しいとかね、そういうことを求めるような男性と結婚するとね、非常に相手の方は、まあ、喜ぶということですね。で、まあ、特徴的なのはお母さんがやはり教育ママですみたいなことも出てます。で、教育ママっていうことはどういうことかっていうと、やっぱり、何かを教えるとかね、何かをこうついて教えてきたとかね、何かその習い事を教えてきたとかね、そういうような方が非常に多いですのでね、そういう、まあ将来自分もそういうようなお母さんになると思いますね。で、まあ大家族の中で育った方も多いですのでね、やはり人の出入りの多いそういう家庭に育ったですので、あまりにもね、人が来ないっていうようなね、お家だとそれは困りますよということだと思います。でね、これエビちゃんなんかもこの形なんですけども、モデルですよね。モデルで成功している方っていうのはやっぱりこういう配置をしております。で、なんでかね、考えたんですけど、やっぱ親しみが持てるっていうことなんでしょうね。だからもう親しみが持てるし、何かこういう先生いますけどね、社会の先生だったんですけど、社会科準備室はね、もう生徒のたまり場となって、おりますみたいなね。で、何かこうやるっていうと、多分ね、黒島さんの家がね、まあ会場になるとね、いうことでね、いつもね、人が泊まってるとかね、多分ね、人を泊めるためのお布団とかもね、家に置いてあると思います。まあそんなようなことですよね。まあしっかりもしているからね、まあ問題はないと思います。あんまりね、ダーダーではないですからね、非常にしっかりとした部分もありますのでね、まあその辺はやっぱりお母さんが厳しくするとか厳しくする、甘いところはね、甘くするね。ですので、ありましたよね、その西川先生がね、お父さんがね、100点取ったら1万円くれるみたいなね、よしやったって言って1万円ボーンとね、その代わり勉強も厳しくやりましたっていうね、まあそれでお医者さんになったわけですからね、西川先生のようにね、しっかりするとこはしっかりする、そして贅沢するときはね、もう思いっきり贅沢するね、ということだと思いますね。ですのでね、そこのところがまあ非常に条件的にもね、ちょっと極端になってきておりますので、まあこれから結婚ということになればね、ちょっと相手の方の相性ね、大切になってくると思います。でね、じゃあどんな相手が好みなんだということになりますとね、ズバリスポーツマンね、スポーツマンじゃなくてもね、非常にね、勝ち気な人ね、矢沢永吉さんでもいいですよね。矢沢永吉さんもこのような運勢持ってましたのでね、日本武道館でコンサートをしたがるやっぱ武士だと思ってますからね、自分のことをね、やはりその象徴となると日本武道館ですのでね、自分が武道館になったごとくね、日本武道館でね、
武道館ライブをやる、ね、もう歴代トップ、誰もその記録を破れません、ね、またはね、その全然運動やってないけどっていうと秋元康さんですね。秋元さんはね、もうすごい忙しくしてると思います、ね、もう殺人的な忙しさでね、まあ忙しくしてる方がね、やはり、心地いいというのもあると思いますよね。そしてやはり何かね、慈善事業をやってるような人ね、そういうような人がね、まあお父さんがね、そういうような慈善事業やってたりとかね、すごいいい人だったりしますよね。うん、いい人だったりしますし、まあちょっとこれ極端なね、ハード系になると友達の借金の保証人になって、友達とんざらしちゃいましたとかね、騙されたなんていうね、そういうような人がいますから、まあそこまでではないですけどね、うん、人の良さというのはね、出てます。社会的にはやっぱ協力的ね、そしてやっぱね、先見の明とかね、そういうような意味になりますのでね、これ何か儲かるんじゃねえかっていうようなね、そういうようなその感っていうのはもう非常に当たると思いますし、先見の明でね、株なんか買ってもいいと思いますよね。まあ未来が見える能力ね、ハードだとね、これどうなるかと申しますと、有名人で言うとね、ユング・フロイトね、ユングさんとかフロイトさんがね、そうでしたけど、当時はね、深層心理とかね、心理学なんて言葉ありませんのでね、もう発狂したって言われてましたね。あの人は気違いですとね、特にフロイトさんはね、ひどく気違い扱いされたみたいですよね。うん、ヒステリー理論とかね、当時言われてたぐらいですからね。ですからまあ今でこそ学問になってますけども、もう本当に先の先を見えちゃったがためにね、現世では認められないというようなね、方なんかに非常に多いということですよね。ですのでね、そういう方はね、なんだろうな、まあレーガンさんじゃない、ブッシュさんですよね。息子の方のブッシュさんがこういう運勢でしたので、やっぱブレーンでね、やっぱりそういう優秀な人、置くっていうのがまあ大事なポイントになってくると思います、ね、で、まあとにかくね、非常に変わった運勢してますんでね。で、やはりもうこの世のものとは思えない。ね。そういうようなその度数。ね。もうこれが本当にこの世のものなんでしょうかと。ね。ですので、松田聖子さんが、まあ、この運勢ですが、やはりね、当時デビューしてから、聖子ちゃんカットなんてね、全国のね、女子高生はみんなね、聖子ちゃんカットでしたと。ね、みんなでも聖子ちゃんカットにすると、ね、いう現象も起こしました。ね、ですのでね、もう本当神がかり的なところですので、これはね、ぜひその能力を使っていただきたいということは思いますよね。ですからまあ釈迦キリスト級ね、よく言われますけどもね、ここの能力を使って
何かね、メッセージを発するとか、そういうようなねことも可能な運勢です。ですので、まあ何か象徴になるとかね、だからまあアントニオ猪木さんなんかね、まあ思い出しますけども、やはり象徴になりますよね。ビンタ張ったりとかね、123だとかね、それだけなんだけども、それもやっぱりね、あの象徴になるとね、猪木ボンバイエとね、あの曲もね、もう非常に象徴的になってくるとね。で、猪木さんもそのタバスコ、日本に持ってきたの猪木さんですからね、タバスコこれ日本で売れば何か儲かるんじゃねえかとね、いうことで、権利を買って日本で販売したところ、よく売れたとね。ピザなんかかけて食べるとね、非常に美味しいです。そういうようなね、商業というね、やっぱりキーワードも出てくるわけですよね。で、神がかり的ね、神がかりと、がかり的というねキーワードもついてきますね。神というと精神世界とかね、まあ怨霊ですから、まあね、非常に呪いの家みたいな映画はね、まあ、非常にいいわけですよね。ですので、まあ、非常に、これからどんな活躍するのかなということを思いますし、で、今その20いくつですか、23とかだから、そろそろね、その問題の24から30前半、そこの問題の年齢に入りますので、そこでね、やはりますます怪しいね、ますますアウトローなね、ますますね、何か暴力的な、ますます猟奇的なね、そういうようなね映画、ドラマ、そういうお仕事ね、で活躍してもらいたいというふうに思います。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。それではまた。